心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。いよいよクリスマスです。クリスマスですね。あっという間ですね。あっという間ですね。ちょっと今日はですね、クリスマスプレゼントではありませんが、はい、ちょっと先だってね、はい、まあ、今回ポッドキャストの方に、はい、日本放送さんのね、我々今くら替えをしたということで、ちょっと、そんなお付き合いからですね、会食をね、はいはい、日本放送さんの上層部の方とさせていただきまして、その時いろいろ盛り上がった時にですね、いつも皆さんね、私の相方としてこうリアクションしていただいている方の名前をそう名乗れという名乗った方がいいんじゃないかって、プロからのアドバイスがね、日本放送の方からやっぱりここはね、訴状を明かした方がいいぞと。で、結構その相方がそのままもう MCC を務めてきたケースなんてもう5万とあると、まあ、高田文夫さんとかね、もうそういう話で盛り上がって、はい、もしかしたらねこの後ね番組持つことになるかもしれないん で、 いのでちょっと自己紹介いいですか、今更ですけど、はい、本当に今更112回ですけどね。そうですね、お願いします。はい、あのちょこちょこ名前も出てましたけど、バスケットボールキングの村上と言います。村上さんですよ皆さん。島田のマイクの相方を務め3回目の年末を迎えておりというところでございます。うん、そうなんですよ。ということで皆さんね、村上さんですから、これから注目していただければなと思いますんでよろしくお願いします。はい、ということで今日はクリスマスなんで何話そうかなって思ってるんですけど、やっぱりこれしかないなということで、うん、B クラブの毎年恒例のこの時期、うん、決算の発表をさせていただいてますが、はい、今回もやりますということなんで、うんうん、お楽しみにしていただきたいなと、はい、私会見してますけど、会見はもうスポンサーさんとかそのファンの皆様には公開してないんで、うん、だからこういう生でこう聞くのはねここしかないんで、うん、ぜひね皆さんにこうシェアしていただいて広げていただきたいなと思います。で、はい、もう一つはいよいよオールスターがね近づいてきましたということで、はいはい、メンバーがいよいよ全員そうですね決まったということで、はい、そこに対してもちょっとコメントをさせていただければなと思います。その上で、はい、ちょっとオープニングではですね、はい、今月至るところでしつこく私が活動しまくってる、うん、バスケットライブ視聴促進キャンペーンについてちょっと触れたいなと思います。はいはい、もうすでにいろんな会場で、うん、私チラシを持ってですね、バスケットライブの黒い T シャツを着て、うん、ゲリラ的にチラシ配りをしてます。なるほど。結構気がつかない方が多いんですよ。あ、だってそうじゃないですか、うん、人の波にバーッといて、 そこにありがとうございます、うん、バスケットライブですって、はい、バスケットライブの T シャツを着た、はい、マスクをしたおじさんがチラシを配ってるわけで、はい、チェアマンがそこにいてそんなことをやってるなんて知らないじゃないですか。そうですよね。まあ、そもそも持ってないじゃないですか。選挙みたいに本人ですってわけじゃないですもんね。何もそういう主張はしてないんですよ。ですよね、だから気づいてないパターンが多い。たまに気づいてもうあれっていう、うんってはするんですけど、その後はあまり触れてくれないんですよね。あ、なるほどなるほど。結構もうでもあちこちでもやられてるんです。やってますね。アースフレンズさんの大田区体育館でもやりましたし、はいはい、インカレの代々木の第二体育館でもやりました。はいはいはい、で代々木第二からのちょうどアルバルクさんのホームゲームやってたんで、うん、ちょっと移動して中に入ってですね、はいはいはい、代々木第一でもやりましたね。あ、で、まあ、皇后杯とか、はいはいはい、で最後年内は12月の25日に渋谷の会場で、はいうん、渋谷仙台のゲームの前にもやろうと思ってます。はい、これ初めて事前告知ですね。そうですね。まあどれだけ皆さんこの会場に来る人って聞いてる方がいるかどうか分かりませんけど、うんうん、これ最後ですから、はいはい、クリスマスプレゼントでチラシ配りますからぜひ全然嬉しくないかもしれないですけど受け取っていただきたいって感じですね、はい、じゃあなぜそんなことをやってるかというだけ最後にちょっとお話しさせてもらうと、はいはい、12月はバスケが熱いんですよ。うん、何せ B リーグのみならず、うん、ダブルリーグ、天皇杯、皇后杯、うん、全日本大学バスケットボール選手権大会、まあ、インカレですね、うん、そしてソフトバンクウィンターカップなど、うん、まあ、これだけバスケの試合がこう一気に集中して開催されるのって12月しかないんですよ。はいはいはい、確かにそうですね、はい、でほぼほぼのゲームはライブかつ見逃しでバスケットライブで見れるんですよ。うんうん、まあ、サッカーワールドカップめちゃくちゃ盛り上がりましたけども、うん、まあ、12月これバスケでしょ、うんうんうん、当然ね試合会場にいろんなところ行ければいいんですけど、うん、そこまではかなわないと思いますので、この全てを網羅しているバスケットライブをご覧になっていただければ、まあ、全部見れるんで、今こそバスケを何らかの形で自分の好きな女子でも男子でもカテゴリーを見ていただきたいなという思いでですね、うん、まあ、私がいきり立ってやってるというだけではなくて、まあ、三谷会長もチラシ配りやってますからね、そのぐらい全員で、視聴者数を増やそうということ、何よりもバスケに触れていただける機会を積極的にこう提供していきたいということでやっております、うん、はい、すごいですね。各カテゴリーの試合含めて12月そんなにいっぱいもう山積みなんですね。そうなんですよ。で今キャンペーン中なんですよ、はい、ちょっと本当にウェブ
ブを見ていただければそこから申し込みできますし、単純にバスケットライブにログインして視聴するだけで、はい、なんと3030名様に景品が当たるんです。3030名も当たるんですか。この3030ってもうここまで来たらなんかこう語呂があるんじゃないかと思うじゃないですか、はいはいはい、全然ないんですよたまたま3030だったんですってこの数字にしようとしたわけでもないらしいんですよ。すごいですね、はい、ということで3030には意味はないですけど、何を言いたいかというと結構当たるってことですよ。しかもそのハードルがそんな高くないですもんね。高くないんですよ。 A 賞でペイペイのポイントが1000円分とかね。あ、結構いいですね。そうですよ、うん、B 賞で、まあ、お世話になってる日清食品さんの完全飯の5食セットとかですね、モルテンさんのウィンターカップの試合球とか、はい、こんなの当たるんですよ、はいはいはい、すごい。でもハーゲンダッツのミニカップ引き換え券とかはもうすごい数当たるんですよ。ということでぜひね、うんうんうん、まあ、12月はバスケだということで、はい、過去最多の、ログイン視聴数を叩き出したいということで、うんうん、バスケ界全力頑張ってるんで、なるほど、バスケに興味関心のある方はもうここ外ばかり見ていただきたいなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。バスケットライブにログインして視聴し応募すると3030名に景品が当たるっていうことですね、はい、楽しみですね。メリークリスマスですこれがプレゼントです。なるほど、クリスマスプレゼントです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は B リーグライブ2022の提供でお送りします。はい、それではですね、毎年恒例になりました B リーグクラブ決算概要の発表をさせていただきたいと思います。これあくまでもご注意いただきたいのは、2021-2022 シーズンです、うんうん、ですので今動いているこのシーズンじゃなくて前のシーズンなんで、の決算発表になります。はい、あとは、基本的にバスケット界というのはまた皆さんにも改めてお伝えすると、7月から6月という決算期、つまり6月決算がほとんどです、うん、一部アルバルク東京さんであるとか渋谷さんであるとか川崎さん、新潟さん、三重、三河、名古屋ダイヤモンド D、うん、大阪、島根、山形、FE、名古屋、うん、このクラブについては3月決算なんですよ。あ、なるほど。で、まあ、新潟はなんか今年から6月期決算に移行するということなんですけども、まずちょっと決算期がずれてるっていうところも加味した上で聞いていただきたいなと思いますね。わかりました、はい、でまず総括といいますか全体の話をさせてもらうと、営業収入は300億円になりました。おで、B1 が246億で、 B2 が54億です。で、クラブ数は B1 が22クラブ、うんうん、B2 14クラブという、36クラブになります。はい。うんうん、はい、で、まあ、ちょっと大きなトピックスとしては、B1 の平均ですよ。11.2 億円です。11.2 億。10億を突破してきました。で、B2 は平均で 3.8 億円ということですね。うんうん、まあ、ですから、ちょうど3分の1ぐらいなんですよ。B1 と B2 って規模感が。まあ、大体そういう見方をしてますということですね。うんうん、で、あとは、入場料収入が、コロナのシーズンが続いてますけども、うん、はいはい、2020-21 シーズンに比べて、うん、41.6% 収入が増えてます。チケット収入が、はいはいはい、でスポンサー収入は 24.1% 増えてますと、うん、でただし営業費用ですね、はい、が全体としては316億円なんですよ。つまり36クラブの総売上が300億なんですけど、はいはいはい、総経費が316億円っていうことなんで、全体としては16億円の赤字なんですよ、うんうん、まあ、この見方がそもそも意味があるかっていうところはありますけども、うん、全体としてはそういう、はい、でじゃあ赤字クラブはどんくらいだったのかということなんですけども、36分の20なんですよ。 B1 は10クラブ、うん、B2 は10クラブということで 10-10 なんですよ、うん、ちょうど10クラブずつが赤字だったということですね、はい、で債務超過のクラブは15クラブ、うんうん、B1 が7、 B2 が8ということで、まあ、まだまだ赤字のクラブがコロナ禍多かったぞということ、はいはい、で債務超過のクラブもまだまだ引き続きかなり多いぞということですね、うんうん、で一方で来シーズン、はい、つまり今動いてるシーズンですね、うん、次のシーズンの営業収入見込みは
399億円です。なるほど。まあ、400億ぐらい。そうですよね。400億に近いですね。見込んでると、うんうん。プラス100億円ぐらいっていう。プラス100億円。これは今のクラブの運営してる数字の中で、見込み額を全クラブから集めてます。うんうん、なんで、当然変動しますね。うん、まあ、ポジティブに見立ててるところもあれば、ネガティブに見立ててるところもあるんで、うん、まあ、前後しますが、うん、一旦各クラブのヒアリングを受けて、積算すると、400億ぐらい、一気に100億ぐらい増やすんですよ。うんうん、で、そうなった時にどのくらいかというと、B1 で平均 13.3 です。ああ、なるほど。ですから、将来構想で12億円超えって言ってますけど、うん、もう今の段階で、平均で B1 はもう全然超えてるってことです。うん、で、B2 は平均で 5.6。B2 もかなり伸ばしてくるんですね。結構ジャンプしましたね。はい。まあ、これは、そもそも将来構想に向けて稼がなきゃいけないよということと、稼いでる動きが進んでるよっていうことと、やはりこう、今回から降格が復活するので、ある程度戦力を補強していかないと、降格することになり得るということで、選手の補強を頑張りました。で、その補強した費用アップを補おうとしたら、ある程度稼がなきゃいけないとか、場合によっては、サポートしてる企業、親会社も含めて支援を厚くしてもらってるということも、まあ、想定されますけども、399億円。で、その時に、じゃあ、その数値はどう見てるかというと、36クラブから38クラブで2クラブ、B1、B2 のクラブ増えてますけども、赤字見込みは約2割。B1 で5クラブ、B2 で3クラブ。つまり、昨シーズンの20クラブの赤字から一気に8クラブまで減少するということです。ですから、費用も増えてますけど、売上も増やして、赤字を改善していこうという意思を持ったクラブが増えてるということですね。で、一方で債務超過はおよそ4割ということで、B1 が7クラブ。B2 が8クラブ、つまり債務超過は昨年の決算期と変わらないってことです。まだそこは脱出するまではちょっと至ってないってことですね。そこまでのやっぱコロナで傷んだ財務状況を完全に改善しうる状況までにはたどり着いてないっていうのがほとんどであるということですね。これがもう大きな全体の流れですね、はい、で、まあ、入場者数で見ると、はい、昨シーズンは158万人だったんですよ、うんうん、B1、B2 で。で、どういう推移をしているかというと、2018年が259万人だったんですよ。ほうほうほう。259万です。B1、B2 合わせてね。うん、で、19年、うん、これはもう300万人いくんではないかのペースで推移してたんです。はい、かなり好調で、うん。16年に立ち上がってずっと右肩上がりで、うんうん、2018で259と。うん、で、2019で、まあ、290から300ぐらいだろうっていう推移でした。はい、でそこに年明けからのコロナがあって、試合が中止になって、はい、出来上がりとしてはシーズン半分今日しかできてなかったですけども、はい、171万人と。あ、なるほど。で、2020、ここからはもう私がチェアマンになったタイミングからですけども、ここは129万人、はい、もうここは入場制限で 50% しか入れないみたいな状況でした。129で、このシーズン、うん、決算のシーズンが158万人ということです、うんうん、で、じゃあ来シーズン、つまり今のシーズンがどのぐらいのシーズンをクラブは見立ててるのかっていうことなんですけども、はい、なんと今いわゆる入場制限も全く制限がない状況の3年ぶりのシーズンですけども、はいはい、270万人から300万人、はい、あ、じゃあそのあれですね、2019に順調だったらたどり着いたかもしれないところにもしかしたら到達する可能性があるっていう。そうですね。なんで我々の感覚としては、2019年の B リーグができて右肩上がりだった時のいけてたあの状況にようやく3年ぶりに戻すというのが2022年度の数字のイメージだというふうに思っていただければなと思います。ただ琉球とか会場が、例えば今年からアルバルク東京が代々木第一であるとか、はい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 、キャパの多い会場が出てきたりとかしてるじゃないですか、はい、でそこが結構引っ張ってるんですよ。あ、やっぱりそうなんですね、うん、だからそこが引っ張って、2019の同じぐらいの推移ってことは、逆に言うとまだまだこう回復しきれてないところもあるってことですね。あ、そこにはまだ余地があるし、余地があるっていうことなんですね。そこがどこまで頑張ってくれるかによっては、270万から300万人ぐらいまでの幅はあるかなというふうに思ってます。あ、なるほど。でですね、営業収入、うん、営業収入は300億という話をさせていただきましたけども、はいはい、全体でね、まあ、今回400億ぐらいを狙っていくということなんですが、まあ、それはその数字としてはまあ大きく伸ばすんですけども、ポイントはですね、まあ、300億に達した時に、全体ですよ、B1、B2 で、はいはい、トップチーム人件費、いわゆるチームの人件費がいくらぐらいだったのかということなんですけども、はいはい、131億7千万なんですよ。131億7千万、まあ、130億ぐらいなんですね、うんうん、でこれは2020年
前の年に比べて 27.2% アップなんですよ。結構上がってるんですね。でちょっとこれ2018年からの数字でいくと、はい、2018年度は B1、B2 のトップチームの人件費、はい、これはヘッドコーチとかも含めてですけども、はいはいはい、83億3700万だったんですよ。で19年に95億4300万になったんですよ、うんうんうん。で2020年でいよいよ100億を突破して、うん、100億飛んで3億5100万円だったんです、ね、うん、で今回131億7000万なんです、うんうん、でつまりこのたったの 1,2,3 それもコロナ禍真っ只中にありながらもクラブ数は変わらずで50億ぐらい増えてるんですよ、うん、つまり選手の数が増えてるわけではないんですけど50億も増えてるんですよ。選手の価値が上がってるっていうふうに考えればいいんですか。まあ、選手の価値が上がってるっていうことももちろんそうですし、クラブが結果を出そうとすれば選手に投資せざるを得ないと、うんうんうん、投資をしていくと各チームでの、まあ、競争があるんで争奪戦みたいな争奪戦になっていくと、うん、争奪戦になるっていうことは選手の年俸は上がっていくと、うんうん、大事なことは選手の価値が上がっていくことの年俸増が大事ですね、はいはい、それであれば問題ないと、うん、ただ単に日本人選手にしても外国籍選手にしても帰化選手にしても過当競争からの年俸増っていうことだと、うん、それはちょっといろいろ考えなきゃいけないですね、うん、この辺が適正に人件費が推移していかなければいけないところなんですが、うんうん、この50億のほんの少しでもフロントの軽現場に回ってればファンサービスとかアリーナでの演出であるとかっていうところにもっと潤沢に使えていけるんですね。そうすると相対的にファンを増やしていくとかマーケットを大きくしていくっていうところに寄与するだろうと、うん、まあ、この辺のところも実は少しこの将来構想の地域を盛り上げていくための活動資金を、まあ、チーム現場だけではなくてビジネス現場に回していくっていうことが重要だよって言ってるところの実は数字を物語ってるかなというふうにも思いますね、うんうん、全体なのでそうですよね、うん、選手の人件費だけじゃない部分で上がってきてるっていう意味で言うとチームの順位っていうことでなくて、うん、そのホスピタリティ、うん、クラブ全体の魅力っていうことがこの人件費引っ張られてアップしていくっていうことも、まあ、考えられるってことなんですかね。そうですね。あ、なるほど。ですんで、まあ、この選手たちの給料が増えることはすごく夢があっていいことです、うんうん、はい、だけどマーケットの拡大においてはやっぱ全体的にどういうアプローチがいいのかっていう観点はやっぱ必要でしょうね、うん、でちなみに B1 のクラブは営業収入がまあ250億ぐらいなわけですけども100億飛んで8億1300万なんですね、うん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 、で去年から 32.6% 増えてるんですよ B1 は。おー、 B1 ですよ。これびっくりするのは、うん、降格がないシーズンなんですよ。あ、降格ないんでそこまで過当競争が進みづらい環境にもかかわらずクラブ数が変わらないのに、うん、前年度は81億5600万なんですよ。ですから、うんうん、20強しかクラブないのに、うんうんうん、平均で言ったら一クラブ1億ずつぐらい増えてるってことですね。あ、確かにそうですね。それも降格ないっていうセーフティーネットが引かれてるのにですよ、うんうん、だからコロナ禍のこの降格制度を廃してもこれなんだから、うん、今年から復活した時の選手人件費まだこれ全部取りまとめてないんですけど、はいはいはい、これは怖いですよね。やっぱ来年の決算発表はさっきもおっしゃってましたけど、まあ、プレミア構想みたいなことっていうのが見えてきてる中で、うん、計画的にこう人だったりとか、うん、いい選手を囲っていこうってみたいなのがやっぱ起因してるっていうことになっていくんですかね。その通りですね。おそらく降格がないのにって言いましたけどもちろん降格がないから安心っていうことは平時であればそういうことなんでしょうけども、うん、やはり将来構想で入場者数を増やすとか、うん、売り上げを増やさなきゃいけないってなった時に、うん、やっぱり魅力的な選手を取っていくとか、うん、チームの成績を上げていくこともその集客に寄与するじゃないですか、はい、だから降格云々じゃなくてクラブの魅力向上のために投資してるっていう背景もありますね、はいはい、あんまり単年でバタバタしてるっていうよりはもうちょっと長い目で見てっていうことがここから見えるっていう、うん、そうですね。あ、全体としてはそんな感じですということで、はい、今ライセンス基準とかでも特別な、まあ、時期ということで利益基準であるとか、まあ、資金繰りの基準とかってこういろいろライセンス基準があるんでその部分で今例外適用で要は債務超過を例外的に認めてる時期なんでこれいいですけど、はいはい、もうこれ B1 については来シーズンからこれ適を解除されるんでもう急いで債務超過を解消していかなきゃいけないとかっていうところを、まあ、B1 は先に訪れますと、うんうん、で B2 はその後ですけども、うん、ですから、まあ、今赤字はやもなしだとしても、うん、債務超過含めて改善しなきゃいけない時期は刻々と迫っているということなんでなクラブの経営改善だったりとか、まあ、M&A だったりとかいろんなことが今後起こってくる可能性は十分あるなと思ってますね、うんうん、まずは B1 のその7クラブっていうのが債務超過だっていうお話だったので、うん、まずそこにこう一つ試練というかハードルが来シーズンと来期ですかね、うん、出てくるよっていうことなんですね。そうなんですよ。まあ、ちょっと全体的な話をさせていただきましたということで、はい、まあ、2023
3年ですね、まあ、今動いてるシーズンのことを少し話すと、先ほども言いましたけど12億円以上の売上高、いわゆる将来構想の基準をクリアするのは今シーズンで14クラブもあるんですよ。だから売上アリーナ入場者数っていう3つの基準がありますけども、ファンの皆様もこんなハードル高いんじゃねえの、うんうん、ってとかいろいろツッコミがありますけど、うん、まず少なくとも売上高基準はもうすでに14つもクリアしてるんですね、すで、うんうん、に。それも緩和措置で9億とかその入場者数が多ければ9億でもいいですよとか、そういうんじゃなくて、うん、もう本当のマックスの基準をクリアしてるのが14もあるんですね、うんうんうん、でそれは2022-23ですから、はい、来シーズンはもっと増えますね。あ、そうか、その次のシーズンは、うんうん、今シーズンですかこれ、来シーズンはもっと増えるんで15、6、7ぐらいいくと思うんですよ、うんうん、だから B1 の結構な数はもう基準クリアしてるんですよ、すでに。決してだからその絵空ごとの基準ではない、全然ないですと明らかになってきてるってことですね。そうですね。でアリーナについても今今シーズン中に佐賀とかですね、太田の群馬グレインサンダースの会場とかもオープンしますけども、今もう対外発表してるだけでも今10クラブあるんですよ。で水面下で動いてるのもこの 1.5 倍ぐらいはありますと、うんうん、で考えると B1B2 の15、6、7ぐらい12を超えてる、うん、もう15ぐらいアリーナの基準を満たすところが出てきてる、うんうん、っていうことなんですよ。なるほど。だから3つのその基準のうち2つはだいぶクリアしてるんですよ、うん、あとは入場者数です。なるほど。で今シーズンからフルに OK になって徐々にお客さんが増えて2019年の水準に戻りつつあるっていうことなんで、もう一歩頑張れば、うんうん、今の段階だと3000人クリアしてるところで10クラブぐらいのかな上位、はい、ですから2700-800ぐらいのところも結構あるんで、うん、もう一踏ん張りしていくと緩和基準の3000とかまではいくんで、うんうん、売上とアリーナさえあれば3000超えてても3次審査とかでクリアしていくっていうルールもあるんで、だから結構もう一踏ん張りすれば、うん、今の段階でも OK なんですよ、うんですから今シーズンも頑張らなきゃいけない、来シーズンの結果をもって2024年の秋にね B1、B2、B3 を区分けするので、うん、まだまだチャンスもあるし、まだまだ遠いわけじゃないよということは、うんうん、ファンの皆様にもクラブの関係者の皆様にもご理解いただいて頑張っていただきたいなと思います。なるほどですね。でもあれですね、売上高っていうとこと、うん、まあ、箱っていうアリーナっていうところクリアしてて、うん、あとはまあ入場数っていうところは、まあ、地元の熱量であるとか、ね、より魅力を伝える、まあ、装置というか仕組みみたいなことっていうのが備わってくると、うん、もういよいよ目指すものっていうのがこう具体的になっていくっていうのは、数字から見えるってのは面白いですね。そうですね。まあだから、まあもちろん簡単じゃないことはありつつも、本当にみんなで泥臭く頑張っていくしかないですよと。うんうん、で、最後に今日、はい、将来構想の話で言うと、一個だけ、もうすでに我々が想定している夢のアリーナをいち早くオープンした沖縄アリーナのシーズンを終えた決算が初めて出てきたので、気になりますね。沖縄だけはちょっと分解してお話ししたいなと、はいはいはい、島田のマイク特別公開でございます、はい、公開ですね。公開講座みたいな感じですね。公開講座です、はい、まず琉球ゴールデンキングスの 2020-2021 シーズンの売上高は 13.1 億なんですよ。13.1、ここまずです。この数字を覚えておいてくださいね、はいはい、でこれアリーナが、沖縄アリーナが誕生したのはシーズンの後半でほとんどコロナで使えなかった状態ですね、うんうんうん、で2021から2022は、制限もかかったりした時もありましたけども、はい、概ね、うん、沖縄アリーナを使えたシーズンとなります、はい、なんと琉球ゴールデンキングス、はい、21.4 億円です。そんな違うんですね。 21.4 億円、すごいな、うん、まあ、もちろんアリーナだけじゃないにしても、あ、もちろんいろんな複合的なものも入ってくるんですけどもね、はい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 、で何がすごいかというと、うん、入場料収入が琉球ゴールデンキングスは2020-21 シーズンは3億2200万だったんですよ、うんうん、これがですよ、うん、びっくりしないでくださいね、はい、7億8000万です。わ、倍以上。これが夢のアリーナの力なんです。いいですか。でスポンサー売上、うんうん、6億飛んで500万だったんですよ、うんうん、これが6億5100万円、まあ、つまりすごくいいことなんですよ。いわゆるスポンサーの収入をそんなに増やしてなくて、うんうん、いわゆるダイレクトのお客様の増加による収入アップですね、うんうんうん、でこれ MD ですかね、はい、グッズですね、はい、グッズは1億だったのが2億。あ、でもそれはなんか2億1000万、そうですよね、訪れる方がいらっしゃるんだからその分 MD 増えてくるっていうのはなんか理屈ですよね、うん、そうですね。なるほど。あとはですね、これがすごいですよ。飲食、会場での飲食、はい、4500万だったんですよ、うん、2020-21、はいはい、なんと2億今日、すごいな、4.5倍。へえ。でこれね、
こんな風に変わってるんです。だから、うんうん、その入場者数が増えました、うん、売り上げ増えました、チームも強くなりました、夢のアリーナでファンの満足度も上がりました、うん、で観光資源として多くの人たちがコンサートも含めて訪れる人たちが増えてるということで、うん、キングスそして沖縄アリーナがハブになって沖縄の経済効果とか地域活性化に貢献してて、うん、かつクラブ単体としても見違えるほどの経営が改善されてると、うんうん、でこれはまだ制限があったりいろいろあってフルフルにこれできてないんで、うん、おそらく今シーズン、はい、2022-23 シーズンは全然これは埋まってくるんです。ああ、そうか。だからもうサッカーで言ったら J2 のトップクラブぐらいのレベルにはもうバスケのトップクラブはたどり着いてるんですよ。ああ、なるほど。それもバスケットっていうキャパであっても、うんうんうん、チケット収入だと J にも結構負けてないと思うんですね。そうですよね。だからそういうクラブが出てきて、これからこういうクラブがどんどん出てくると、まあバスケでね、日本元気につながっていくのかなと思って、まあ、沖縄が第一号ですけど、これからどんどん多分今シーズンの後半に大田の群馬とか、うん、佐賀は B2 ですけども、佐賀も会場変わったりとかするとどん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 その辺も変わってくると思うんですね。まあ、でも沖縄アリーナが作り上げてるその夢の空間みたいなこととか、うん、まあ、その実際の成長率みたいなことに魅力を感じて、またこう支援しようとかサポートしようというスポンサーさんが増えてくると、また規模が大きくなって、またですよね、またやれることが増えてるとか、そういうことですよね。もうね、多分私が10年ちょっと前にこの業界に来た時に、千葉ジェッツ立ち上げた時に8000万ですよ。千葉ジェッツ8000万ですよ。皆さんいいですか、10年前ですよ、うん、で2億ぐらいになった時に業界トップクラスですよ。その時沖縄も2億ぐらい、千葉ジェッツも2億ぐらい、そんなんですよ。それがたったの10年で B リーグができて、今あと数年したら30億が見えてるんですよ。こんなことってあります？実際どうなんですか、そのちょっと声も上ずっちゃってますけど、その時の10年前の時から、はい、感慨深いですよ。そうですよね、うん、てかこんな時代が来るとは思ってた人、うんうん、多分ゼロだと思いますよ。ゼロ、うんうん、でもね、やっぱ業界関係者の皆様とかスポンサーの皆様とかファンの皆様のお力添えをいただきながら、まあ、ここまでなったんですよね、うん。まあ、この琉球ゴールデンキングスはもう近い時間沖縄で30億ぐらいのビッグクラブになってくると思いますし、はい、もう本当にこれからおそらくアルバルクとか千葉ジェッツとか、うん、まあ、もちろん後々もう川崎さんとかいろんなところ出てくると思いますけど、うん、もう30億ぐらいのところは全然出てくると思いますよ。規模感がもうすごくこう変わってくる、ちょうど今過渡期というか、いいサイクルが回ってる途中なんですね。そうですね。なので、まあ、まあ別に規模の話はさておき、いずれにしてもアリーナであったりとか地域活性化とかバスケで地域を盛り上げていくとかっていうことを掲げてやってるんですけども、実際に我々がやろうとしてることの大きなこの結果を示した第一号が琉球ゴールデンキングス沖縄だということで、ちょっと細かい数字を発表させていただきました、はい、ということで過去最長に長い回になること間違いなしということで一旦このぐらいでよろしいですかね。はい、はい。さあここでタイムアウト。この間にお時間をいただき、島田のマイクをお聞きの皆さんには B リーグライブ2022についてお伝えしたい。 B リーグを愛するあなたへ、今シーズンの B をさらに楽しむための必須サービス、リーグ公認ファンタジースポーツゲーム B リーグライブ2022。夢のチームの GM となって実在の B1B2 所属選手をドラフトし、現実の選手スタッツで勝敗を競う、まさに B リーグ好きのためのシミュレーションゲームです。一人から遊べて難しい操作は一切不要。遊べばゲームデイがさらに待ち遠しくなる。あなたの B リーグをもっと楽しく。詳しくは B ライブで検索。タイムアウトが明けます。引き続き島田のマイクをお楽しみください。島田のマイク。この番組は B リーグライブ2022の提供でお送りしました。はい、そろそろエンディングの時間でございます、はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております、宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。ということで、島田のマイクステッカーね、結構ね、私会場にいるんですけど、皆さんね、なんかこうもじもじしてる感じの SNS とかちょっと見るんで、はいはい、大丈夫ですから言って大丈夫だから。
心配ないからっていうことで、最後にね、本当本編でね、はい、ちゃんと話したかったんですけど、はい、あまりにも決算反響に、ね、私が熱が入りすぎて、はい、ちょっとオールスターの話をできなくなってしまったので、はいはい、締めて大変申し訳ないんですけども、はいはい、いわゆる、ドットエスティ、はい、B リーグオールスターゲーム2023 in 水戸、いよいよ選手が全て決まりました。ありがとうございます。はい、で何よりも、うん、アダストリアさんがね、うん、今回初めて、うん、オールスターの冠についていただいたんですよ。ありがたいですね。本当にアダストリアさんにはもう感謝ですよ。うん、何してたって水戸のね、うん、アダストリア水戸アリーナということで、アリーナの名権もやっていただいて、うんうんうん、ロボッツの大きなスポンサーもやっていただいて、うん、今回水戸での開催ということで冠スポンサーまで引き受けていただいてるんですよ。本当にありがとうございます。ありがたいですね。はい、改めて御礼を申し上げたいなというふうに思います。そしてちょっと時間の関係で細かく話せないんですけど、一番大きなトピックスとしては過去最多の今回投票ですかね、8,137,418票。そんなに、これだけ投票されたらなんか政治も変わりそうですよね。本当ですよね。まあ、ということで、その中でもですね、横浜 B コルセアーズの河村勇輝選手が過去最多の 177,084票、オールスターゲーム史上最年少での出場を決めました。最多で最年少でも決めてるってことですね。まあなんかもうすごいよね、今ね。すごいですね。来てますね、本当に。来まくってるね。さすが。キレキレですよね。いろんなところで、ね、毎週、本当ですね、河村選手の話してるような気がして。そうですよね。ありがとうございます、本当に。はい。そして、うん、まあダンクコンテストとか、まあセバスチャンサイズ4大会連続4回目か。とか、まあ辞職スキルチャレンジは田島選手がまあね、はい、だんだんお約束な感じになってますけど、うんうん、まあ富樫選手とのね、うんうん、争いが楽しみですと。スリーポイントコンテスト、これまた楽しみですね。楽しみですよね。やっぱり、まあ、古川選手とね、クリストファー・スミス選手のね、はいはいはい、この打点の高い打点の高い対決ですか、どっちが高いんだ対決みたいですね。そしてアジアライジングスターゲームのメンバーだとかライジングスターのメンバーも全て決まりました、うん、はい、これもすっごい楽しみですよね。いや、ライジングスターのメンバー結構すごいですよね。あ、すごいですね。もう若きこう日本をこう背負って立つような選手が目白押しですよね、うんうんうん、そういうのも見れるのもね、やっぱりオールスターの醍醐味っていうところですね、うん、楽しみ、はい、であとは U18 のオールスターゲームの選手も続々決まってるんで、また詳しくはウェブを見ていただければなと思います。そしてオンファイヤー投票は、大塚選手と、うん、長谷川選手ね、秋田のが選ばれましたと。そして最後の SNS 投票で決定したのが、はい、これはね、一番盛り上がるのこれじゃないかっていうねブラックは奈良の宇都選手で、これも B2 ですからね。宇都選手も、宇都選手も人気ありますからね。ありますよね。はい、で、ホワイトは来ました。G2 聞いてる？G2 聞いてるかな？聞いてるんじゃないですか。いや、G2 がさ、結構な投票数だったのにさ、うんうん、なんでやねんって言ってましたでしょ。G2 見てるよ、俺ちゃんと。なんでやねんが出ました、うん。なんか切なそうな SNS 上がってたじゃないですか。もう寝ますわ、とかって、はい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 。ちょっとふてくされてたんですかね。ふてくされてた感ありましたよね。そんな G2 に、うん、別にこれも私がなんか手を加えたわけでも何でもなくて、うん、もう実力で勝ち取った得票数ですからね、うん、G2 がホワイトの、はい、最後の一枠をゲットしましたから、ちょっとね気持ちをね立て直していただきたいなと思いますんで、やっぱこの2年目にね活躍する男、うん、状況を変える男、はい、そんな G2 が、はい、いよいよ満を持してオールスターに登場しますということです。そこも見どころの一つなんですかね。見どころの一つじゃないですか、多分ね G2 ね相当盛り上げてくれると思いますよプレッシャーかかりますね。じゃあ篠山選手も多分盛り上げてくれると思いますけど、うんうんうん、まあ G2 には相当期待してるんで、なるほど、ちょっと今かなりプレッシャーかかりますけど、うん、G2 期待しますんで、はい、またなんかつぶやいてください、はい、ということで、過去最長の回になったかもしれませんけども、お付き合いいただきましてありがとうございました。島田のマイク、ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田真嗣でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力B リーグ、配信、日本放送でお届けしました。